平野紫耀、ぽっちゃり好きを告白し SNS で話題。胸キュンエピソードやファンの反応も注目。今後の展望も期待される。平野紫耀が胸にダイブした女性タレントとは ?SNS で、ぽっちゃり好き、アピール連発。元キングプリンスへのメンバーである平野紫耀が、最近の SNS 活動で、ぽっちゃりした女性が好きであることを強調。 し、ファンの間で話題となっています。7月26日、彼はインスタグラムのストーリーズ機能を使用してファンから寄せられた質問に答え、その中でぽっちゃり好きであることを公言しました。この記事では、平野紫仕様のぽっちゃり好きアピールについて詳しく探求します。コンテンツ。平野紫仕様の芸能活動再開と SNS 活動。 平野紫仕様は滝沢秀明氏が代表を務めるアーティストプロデュース会社戸辺のタレントとして芸能活動を再開し、その際にインスタグラムの個人アカウントを開設しました。これに伴いファンからの質問に積極的に答え、その中で彼自身の好みについて語りました。ぽっちゃり好きを強調する平野仕様。平野紫仕様はファンからの質問に答えながら、 ぽっちゃり好きであることを繰り返しアピールしています。例えば、私ガリガリやねん。あかんやんなという質問に対して彼は大丈夫。俺がぽっちゃりにしてあげるよ。何食べたいの何がいい何が好きラーメンお肉と返答しました。ジャニーズ時代からテレビで公然とぽっちゃり好きを告白しており、これについても触れます。 胸キュンエピソード、おかずクラブのゆういーとのエピソード。平野紫洋画、ぽっちゃり好きを公言した中で、お笑いコンビおかずクラブのゆういーに対するエピソードが特に注目されています。彼はゆういーを憧れの女性とし、ハグをしたいとリクエスト。その結果、テレクサイが彼女の胸にライブしていたエピソードを取り上げます。SNS でのファンの反応。 平野紫仕様のぽっちゃり好きアピールに対するファンの反応も取り上げます。彼の SNS 上での発言がファンにどのように受け止められているか、ファンのコメントやリアクションを紹介します。今後の展望。最後に、今後も平野仕様が SNS で、 ぽっちゃり好き、アピールを続けることが予想される点について触れ、彼のファンとのコミュニケーションに期待が寄せられていることを示します。平野紫耀の SNS 活動において、ぽっちゃり好きを強調する彼の姿勢はファンに愛されており、特に胸にダイブ、エピソードなど、彼のファンとの絆を深める要因となっています。今後も彼の SNS での活動が注目され、 ファンとの交流が一層盛んになることでしょう。